みなさんこんにちは今日は同名詞と不定詞の名詞的用法について勉強します同名詞と不定詞の名詞的用法は同じように使いますが文によってはどちらか一方しか使えない場合がありますまた同名詞を使うか不定詞の名詞的用法を使うかで意味が変わるものもあります いくつか例を見てみましょう。私はサッカーをすることを楽しみますというには I enjoy playing soccer I enjoy to play soccer とは言いません Enjoy の後は同名詞のみがきます Enjoy の後は同名詞のみ私は 食べることを終わりましたというには I finished eating.I finished to eat とは言いません。Finish の後は同名詞のみがきます。Finish の後は同名詞のみ。私は買い物に行きたいですというには I want to go shopping. I won't go in shopping. とは言いません。want の後は不定詞のみがきます。Want のの後は不定詞み。あなたにすぐに会えたらいいなと思いますというには I hope to see you soon.I hope seeing you soon. とは言いません。 ホープの後は不定詞のみが来ます。ホープの後は不定詞のみ。私はそこに行くことに決めました。I decided to go there. I decided going there. とは言いません。decide の後は不定詞のみが来ます。 decide のの後は不定詞のみまた「remember」のように不停止と同名詞で意味が変わってくるものもあります「remember to lock the door」と不停止が来るとドアに鍵をかけることを忘れないでくださいという意味になります I remember visiting her と同名詞が後に来ると私は彼女を訪ねたことを覚えていますとなり Remember は不定詞同名詞で意味が変わります Remember は不定詞同名詞で意味が変わる Stop 止めるやめるの場合を見てみましょう I stopped to talk to her と不定詞が来ると私は彼女と話すために立ち止まりましたという意味ですが I stopped talking to her と同名詞が来ると私は彼女と話すことをやめましたとなります Stop は不定詞、同名詞で意味が変わります。Stop は不定詞同名詞で意味が変わる。Let's try it! それでは同名詞・不定詞を使って文章を作ってみましょう。私の母は料理をすることを楽しみます。My mom enjoys cooking. 彼らはその本を読み終えました They finished reading book. 私はそのテストを受けたいです。I want to take the test. あなたからの頼りを待っています。これは決まり文句で。I hope to hear from you soon. 彼はゲームをすることをやめました。He stopped playing games. 私はその本を読んだことを忘れました。I forgot reading that book. 私はその本を読むのを忘れました。I forgot to read that book. フォゲットも動名詞、不定詞で意味が変わる動詞の一つです。Let's review! 復習しましょう動名詞と不定詞の名詞的用法は同じように使いますが、文によってはどちらか一方しか使えない場合があります。また、動名詞を使うか、不定詞の名詞的用法を使うかで意味が変わるものもあります。 enjoy の後は同名詞のみ finish の後は同名詞のみ want の後は不定詞のみ hope の後は不定詞のみ decide の後は不定詞のみ remember は不定詞同名詞で意味が変わる stop も ど名詞で、意味が変わる。The End: